虹三時プレゼンツ大体虹三時のラジオ、改めましてデビデビデビルだぞ。ではでは早速ゲストに登場してもらおうか。今週は人間界からこいつが来てくれたぞ。イエーイ、皆さんこんにちは、ガリラタマカです。デビ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 ことは何とでも呼んでもいいけど、まあ、うんこ、まあ、うんこじゃねえ、うんこお前だろ、うんこ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 、ちげえ、お前、うんこだよ、お前が。こんな色のうんこ出てくる。違うよ、こんな色のうんこ出てたら、お前病気だよ。もっと明るい色のうんこ出せ。いや、でも、仲良くしようなきゃ、俺。こいつ思ったより、こいつ思ったより、テンションがぶっ高いぞ。ありがたい。でも人間界って言ってくれて、ほら私、うん、ほとんどほら人間役のオファーが来ないから人間界からって言われて嬉しい。いいやつだな、おめえ。お前人間のキャラあんまやったことないの？ねえんだよ、キャラどっちかって言うとかぶんだよ。私もできんだよ、キャラかぶんできんだよ。僕は悪魔だから、お前なんかとキャラかぶんなんか絶対してない、絶対してない絶対してない。楽しいね、これね。いや、これ面白い。やっぱこいつ呼んで正解だった。面白い。いいよ。だからまあ、お前さん、こいつはね、金田智子。そうだよ。金田智子。金が好きだからだよ。金田と、そんな理由でつけたのか、お前。そうなんだよ。金田智子、声優なんだって。一応やってんだよ、最近。最近あんまりやってないって言われるけど、最近やってんだよ。やれ。さあ、アニメの中に入ったみたいなんだね。うん、まあ僕はバーチャルの存在だからね。バーチャル、バーチャル、バーチャルじゃねえよ。バーチャル子だ。まあ、違えよ。僕には家族はいねえよ、バーカ。バーチャル子。とりあえず、とりあえず、じゃあここで話してみて。カレー味のうんことうんこ味のカレーどっち食べる？僕はカレー味のカレー食べるけど、お前には。うんこ味のうんこ。